どうもー、おりの晩食です。こんばんはー。えー、シルバーウィークということですけども、皆様やってますかえー、私は小引きブルーで、ただいま追っ始めておりますけども、ありがとうございますねー。いやー、今日は残念でしたね。6対4負けっていうことで、うーん、えー、連勝ストップ。ねー一旦待てということで、ねー足踏み。 でございますけども、うんー、ロッテさんがね今日も勝っちゃいましたね強いね負けてくれへんねロッテがねいやー困りましたねうんいやー3.5ゲームさんにまた戻ってしまいましたけどもうーん今日はひとみちゃんがねうんよくなかったね 6失点ちゅうことでもう先発に6失点されたらこれはもう無理よねうん正直うんまあ、今日はじわじわとね追い上げてたからもしかしたらあるかなと思いましたけどもねやっぱ結局6失点が響いたねうん無理でしたねやっぱりやっぱ4点は取れるんだよねでもうん だから6点となれちゃうちょっと厳しいわね。ほ、ね、んとね。さあ、えー、今日は9月20日の、えー、月曜日でございます、ね。シルバーウィークということでね。うんまあ、だから、ね、月曜日の試合になってますけども。結構早い時間からやってましたね。うんすみませんね、この時間になっちゃいましたけども。 うん、シルバーウィーク皆様いかがお過ごしでしょうかね、うん楽しくやってますどこにも行けないもんねうんコロナでねほんとシルバーウィークや言うてもねうん私はもうちょっと家で最近ねあのー、あれね北の国から見てるねうんなんかねうん、うん、昔ね何回か見たけどねうん やっぱあの父親になってから見る北の国からっていうのはやっぱしみるねうん最高にしみる,しみるねうん五郎さんの言葉がしみるねうんうんやっぱね父親っていうのは大変ですわねうんあ私今日はねあの息子にね「チート」という言葉を教えていただきましたね 知ってますチート。ねえ。あの、私もね、聞いたことあったんですけどもね、うん、どういう意味かちょっとわからなかったんですけどもねん、チートっつってね、めちゃくちゃすごいとかそういうことなんでしょねえ、5歳の子供に教えていただきました。ねえ。もう、だからもうイ様、イカサマイカサマぐらいすごいってことね。だから、うん。もう、桁外れってことね。 うん、だから山本由伸はチートってことね。うん、多分ね。うん。教えていただきました。ね。うん。えー、5歳の息子にね。うん。一つ勉強になりましたね。うん。さあ、な何の話をしてますかうんと、今日はね、そう、先発はひとみちゃんの話ですよ。うん。えー、今日は4対6で負けましたけども、ひとみちゃんが先も言いましたね。これ5回特注6、6失点ですからね。 これどないもこないもですわね。うん。ちょっと厳しいね。うーなんか、えー、球いってたよ。155キロとか出てたよ。なんかね。でもなんか捉えられてたよ。あ、なんなんだろうね。うん。難しいね。ピッチングってね。うん。なんか、え当たりされてるなぁと思ってたらね。えー、ポンポンポンと取られまして。 あっという間にね。うん、さあ、えーそのひとみちゃんが3失点しましたと、えー、4回でしたが、えぇ、ー、好調ですね。うちの3番バッター、ベニがね、うん、7号ソロということで、反撃開始。ね。うん。すごいね、3番打って。ねぇ、ベニが好調ですね。ありがとうございます。ね。 紅に染まった言ってね、うん、出てますけどもさっそと登場してきてね、うん、今日は、うん、三打点の大活,活躍ということで、ね、ありがとうございます、ね、若武者さん、ね、お世話になります今後もね、うん、そして、えー、その後またひとみちゃんがね3失点してね、うん、これはあかんで言っとったらね、えー、5回、えー、副長のモさんが 9号ソロで4 3になりました。ね。これ昨日私、モーさんなんですかモーさんなんですかっていうことでね、えー、どっちなんやろうなって言ってたらね、コメントでね、皆様に、モーさんだよということで教えていただきました。モーさんです。ボンモーさん。ね。モーさんかもしれません。モーさんなのかなモーさんなのかなうん。どっちなんでしょうモーさんかな、うん、さあ、えー、そして、 えー、その後ですね4点差にはなりましたけども、えー、そこからねリリフ時間頑張ってましたね、うん、でここからねどんどん追い上げていきたいところで6回でございました12番でチャンスメイク、ね、福田の周平君と、えー、宗野悠馬君でね、えー、23塁のチャンスを作っていただきまして紅、えー、林の紅君がね内野安打で内野安打じゃないか内野ゴロか、うん、あれで 1>, えー、1点取っていただきまして、これで3点差。ね、紅くんは2打点目ということで。うん。すごい。じわじわ追い上げてきたよ。これもしかしていけるんじゃないっていう感じね。うん。さあ、そして8回でございました。2アウトからでしたよね、あそこはね。うん。福田、宗、そして紅林の紅くんが、ね、3連打でポンポンポンと、ね、早いカウントからね、ポンポンと打っていただきまして、これでね、 えー、2点差になりましたね。これで、紅君は今日3打点目。すごいね。うーん。で、その後ね、ラオウがフォアボールで出て、ツーアウト満塁のね、これチャンスになったんですよね。うーん。そこで登場しましたのが、昨日のね、ね、ヒーロー、T さんでございます。しかしね、やっぱ、レニアの T さんとはいかず、ね、今日は飽きませんでした。ね、インコースの難しい低球。 なあ難しい球に手出して凡退ということで残念、ね、やっぱ求めすぎはよくないねうん昨日打ったから今日は T さんはお休みです、ね、そういうもんです、ね、期待しちゃったけどね昨日あんだけ打つからさあでリリーフあその前にね私思ったのよこの8回の攻撃ね,ねツアウトなったけどもさうん あのー、ギボちゃんの代打ね。うん、うん。あれで、若月に代打でギボちゃんってさ、そんな意味あるかねって思うよね。なんか、うん。なんやったら若月のが打つんじゃないなんか私、そんな気がしますけどね。うん、若月がルイに出てからダイソーギボちゃんの方がまだわかるけどね。あ、う、ー、ん。ねえ。なんか、 どうなんだろうね。あんまりちょっと若月のバッティングが信用されてないみたいですけども、今年に関してはね、若月の方が打つんじゃないかと思うよ。うん。で、その後、あ勝又出てきたね。うん。代打の勝又ね。えー、二軍で絶好調の勝又君上がってきましたけども。やっぱあれですね。うん。まあ、解説の岡さんも言うてましたけども。 このギボちゃんに関しても勝又に関してもやっぱいらん球手出してるよね。うん。やっぱ結果出さなというね焦りもあるのかもしれませんけどもね。うん。だからちょっとね、もうちょっと言うとおりを持ってね、うん、打てる球を手出していってほしいところでありますけどもね。うん。あ、でもあれちゃう勝又はこれ、三振記録止まったんじゃないね。 入団してからずっと一軍では三振しかしなかったもんね。うん。勝又の三振記録ストップということで。ね。だセカンドゴロやったかな、あれは。うん。だからよかったね。三振じゃなくて。うん。ちゃんと前にも飛ばせますということをね、えー、証明していただきました。ねまあ、こからね、またチャンスあると思うからね、勝又君。ね好調は好調なはずですからね。うん。なんとかね。 結果出していただきたいけども。さあ、えー、リリ夫人でございます。ね、今日は、海の部のガーヒー・吉田のトミーでございました。ね、みんなナイスピッチングでございましたね、今日は。うん。しっかりとね、ひとみちゃんの後、無失点に抑えていただきまして。ねえ、吉田がいいよね、吉田のく君が最近はさ、うーん、安定してるね。うん。 トミーも良かったね。うーん。外品も素晴らしい。ねえ吉田は今日はあれですね。おかわりくんのバットを真っ二つにしてましたね。こう。縦にね。ポコッと。こう,こうね。うーん。あんな割れ方するっていうね。うーん。おかわりくんがずっと見てましたけどもね。こんな割れ方するんやねー。言うて。うーん。ね。こう、パ,パ,パカッと。キットカットみたいになってましたけども。ね。 さあ、やりますか。ね。というわけで、今日は解散でございます。ここからはおじさんの、えー、筋トレタイムということで。ね。えー、日ハムかな、次は。一日開けて。総一郎君かな、うちは。うーん。で、向こうが、先発、どなたなんでしょうかね。ちょっとわかりませんけども。噂はあたりかな。 うーんちょっとやめてよっていう感じよね噂ははうーん嫌よねー噂は打たないよねうちのチームはほんとによこいしょよいしょよいしょ日ハムさんにはさ多分結構負け越してるんじゃないうーんなんかそんな気がするねあでもあれか西武以外はもう全部負け越してんのかなうちは そんな感じですわね。うん、あとセリーグには強いのね、うちね。セリブとセリーグにはね。うんよく勝負、えー、よいしゃぶ、えー。1、2、3、4、5、6、7、8、9。 ジュートーーーチートチートってあれかと思ってましたね私あのちょちょっとだけとかそういう意味なのかなと思ってたねチートなのかと思ってた、うん、チートしんどいよとかね、うん、チート行ってくるわみたいなそういうことなのかなと思ってましたけども全然違うかったね うん。よいしょ。チートスはおいしいね。あのお菓子のね。味濃いね、あれ。お酒に合うね、チートス。うん。あれは好きですけども。ああ、しんどい、えー。というわけで、ハム、ハムにはね、なんとかポンポンとかあって。 よってさん、そろそろ調子崩してくれ。よろしくお願いします。ということで、俺の晩酌でした。さよなら。